どうもロシグルです。 Steam Next Case シリーズ、今回は No Longer Home をやっていきます。こちらはですね、まだ発売日、リリース日は決まっておりませんけれども、開発がハンブルグローブ、ハナ・リー・セル・デイビソン、アドリアン・ロンバート、イーライ・レインズベリー、発売はフェロー・トラベラー、ザ・スティルネス・オブ・ザ・ウィンドウの会社ですね。でこちらはですね、ハナとセル、先ほど申し上げた名前、こちらの2人が大学時代の経験に基づいた半自伝的なゲームなんですね。これね、どんな物語かと言いますとね、まあ、大学卒業間近になった2人のこの何と言うんですか、ダルな、こう先へ進みたいけど勇気が出ないみたいなね、そういった感じのモラトリアムチックな内容となっております。まずはプレリュードフライヤーリロードですね。音が非常に美しいです。印象的なシルエットからスタート。この時点でなんかもうだいぶいい感じですよね。インディーゲームの良さというか、シンプルなグラフィック、この演出、周りがどんどんと視覚認識されていくと表示されていく、不思議な演出ですね。某青、大学2年目も終わりか。こんな感じでね、選択式でまずは会話を進めていきます。これ某は男性で青は女性かな、私って言ってたね。で青は日本人らしいです。でここはですね、ロンドンですね。ロンドンの大学に通っている2人が過去の話として、こうやって1年生の時代を語るプレリュードとなっております。で親の期待に対して悩んでいると、ボーは。そしてボーは同性愛者であることを苦しんでいる、そんな感じですね。ほう、じゃあ女に。なるほどね、ここの2人はものすごい熱い友情があるわけですね。本当に18、19なんてね、大人と子供のこの本当の最後の境目みたいなとこですもんね。地球の反対側にどうだろうね、考えたことなかったかも。あの星見える？たくさんあるからわかんない。僕も星座って言われてもね、まあよほど目立つやつはわかるんですけどね、あんなたくさんある中からこれだよって言われても見つけれる気がしないですね。あ、犬の星座？犬または狐の前足銀河。いい言い回しですよね。ビザよこせや住んでみたいんだ。音楽がすごいですね、非常に印象的な。あー、これはもう素晴らしい演出ですね。気持ちが空に浮かんでたっていう表現でしょうね。
で現実に引き戻されて、いや美しい。ちなみにこの制作したスタッフの花とセルはですね、同じように大学卒業後引き離されたんですけれども、共にゲームに取り組むことで連絡を取り合って、そしてまたねこうやってゲームが開発されて関係がより深まったと。すごい熱い友情ですよね。で日本に帰国するよと。名前が青って珍しいですよね。まあ全然今時だったらありかもしれないですけどね。青だから前髪、後ろ髪もか、青くしてんのかな。あー、目の前のアパートが消えてゆく。美しいね。いや、このクリエイターたちは本当に才能がすごいですね。こういった演出思いつくっていうのがすごい素晴らしいよね。ああ、そして誰もいなくなった。ノーロンガーホームの説明しましょうか。自分の手に負えない状況になったせいでこれまでの人生が変わってしまうことをテーマにしたゲーム。ボーとアウの暮らしに飛び込んで二人の夢、苛立ち、恐怖を知ろう。日々の魔法や少し異常なものを受け入れるのだ。ということで、ノーロンガーホームスタート。成長した二人ですね。どっちがボーでどっちが青？またパソコン開いたまま寝ちゃった。白シャツが青ですかね。で、青い T シャツがボー。何してたん？日本語翻訳が結構しっかりしてますね。大学での4年間を無駄にした男。うん、もう引っ越し間近か。何もかも平らに感じる。混乱している。なんで混乱？ぐねぐねとした道を歩いてて、二股に分かれたって感じ。うん、何を調べてたんだろう。やっぱ就職先とかかな。なかなかね、イギリスも大変だとは思います。うわー、この演出すごい。舞台のセットのように演出してるんですね。キャラクターを動かせますね。走ることもできる。アイコンが表示される。インタラクション、うん、いろいろ見てみよう。ここは何もない。ガチャガチャした部屋だね。ザ大学生って感じだね。お、見えた見えた。ちょっと操作感はまだあれですね、ちょっとだけ不具合を感じますね。全体を散らかす癖がある。こちらキッチンに来ました。共同キッチンかな。いちいちこう部屋がね上から降ってくる演出いいですね。なんだこれ、なんだこれ。不思議な幾何のかけら。こんなもんあったっけ。冷静だな。なんだか気分が、何この不定形な幾何学の存在。これクトゥルフのダオロスじゃん。形を永遠に変え続ける不定形の存在。わあ。まあ多分これはボーの自分の意識の具現化でしょうね。脳内の行われた幻だと思います。こう将来に対する不安だとかね。
つも自分がゴミを出してる気がする。いろんななんかこう気持ちのやりどころが物体を通して説明されますね。廊下、うん、なかなかいいアパートですね。ここは何が、ああもうまとまってるね。広いね部屋が。ダブルベッドに2人で寝てんのか。同居人か。うん、みんな出ていく準備をしてるわけだな。レコードプレイヤーをいつも羨ましく思ってた。まあ自分のと言っても親のだからね。こういうね、大人になるためのこの気持ちの切り替え、こういう物体からでもそういうのを感じ取れるわけですね。自分のを持ちたいとか親のものではないっていう。フルーツ捨ててない、腐らせてんのに。あー虫湧いてる、やだね。こんなやつが東京にいてやだよ。にゃんこだ、後ろににゃんこがいるぞ。クリアしたいゲームもあるからあれ、え、見えてんの、この二人。何それ、二人共有できてる、あの存在。じゃあ存在すんのか。エッピングの森、あー悩み中だね。空気感がすごいダルですね。さあ外に出て、おお出れるんだね。いいですね、レンガ作りのアパート、おしゃれ。あれがバーベキューコンロか。ドラドラ、バーベキューをやった後に隣人が、不気味な隣人だ。でも彼らとあと少しでおさらばだ。へえ、全く知らない人なんだ、上の人。そんなことあるかね。面白いね。ん？なんか触れるけど。あ、出た出た。オータム。オータム？あ、にゃんこ。オータムって名前かわいいね。ミント踏みつぶしてんのダメだよ。うん。ははそうだな。あーなんかこういうセリフ回しだけでも、そうですね、ボーは自分を投影してるのかもしれない。なんかね、焦りと寂しさとっていうのが非常に感じられるセリフ回しですね。離れたくないし、だからといってそのままでいていいわけもないみたいな。なんだこれ、テレビ。ドラドラ、また不思議空間に行っちゃうのかい。これはどうなる。なんだ重力がおかしい。あれなんだろう、牛の頭蓋骨だね。印象的だね。なんだこれ、宇宙に行っちゃったけども、自分を見つめるもう一人の自分。まあでもそういうことありますよね、上から自分を見下ろしてる気持ちになる瞬間。もう一人の冷静な自分。あ、おー、エンドオブデーモ、
というわけでデモ終了いたしました。触った感じもね、レディアント1とかに似てて非常に好印象です。楽しみです。アリベデルチ。